皆さんこんにちは。こんにちは。おはようございます。おはようなもー。静岡県の浜松市から来ましたうなぎ芋のうなもです。うみよー。うなもはさつまいものキャラクターです。おで、さつまいもを作るときにうなぎで有名な浜松の浜松で有名なうなぎの頭とか骨を肥料にして栽培してるお芋です。今回のイベント、僕実は出身岡崎市でして、何なもよ、で故郷が高校の時までずっと岡崎に住んでました。何もよ、滝団地ってとこです。なのでそれ以来仕事でというか来たのが初めてでして、初めてのもね、はい、とても嬉しいですね。なのね、じゃあ自分でちょっと PR をお願いします。もうだいたい言っちゃったのもね、そんなもね、うなぎ芋は食べたことあるお友達いるのもか。あ、結構いる。え、すごい嬉しいのもね。嬉しいね。ね、うなぎ芋は糖度が40度以上にもなる蜜がたっぷりで、焼き芋にするとトロトロになるのが特徴なのよ。今日はうなぎ芋のブースで焼き芋、今日はちょっと冷えてる、冷やしてる焼き芋なもんけど寒いのに。そうだね、ちょっと大人の事情で調理が NG ということで、ちょっと常温の冷えてるお芋、焼き芋だけどね、さっき見たら、ちょっとスイーツな感じで食べてもらえれば。それとあと新しくリニューアルした大学芋、これは犬山のイベントですぐ完売になっちゃって買えなかったお友達もいっぱいいるのもね、今日はしっかり持ってきてるのもよ。あったらおなぎ芋ブースを覗いてみてのもね。今日のおすすめは何なの？一番のおすすめ、一番のおすすめはやっぱ大学芋でしょう。今回忘れずに持ってきたんだね、バッチリよ、丸つけてきたから、青ペンで、青ペンで、そう、羽生の時はおすすめのボールペンを忘れたんだ箱ごと忘れた、何をやっているのか箱ごと忘れた。うなもね、結構おバカなんでしょ。結構どころの騒ぎじゃないね、やばいね。うなもこう叩くとね、頭が悪くなってくるんですよ。どんどん頭悪くなっちゃうなもんね。叩かないでください。叩かれすぎちゃったのもよ。なでなでしてもらえるとうなもの頭が良くなるのもよ。そう、皆さんうなもをこうなでなですると、お友達の頭は良くならないのもよ。うなもの頭が良くなるので、なでなでしてほしいのもよ。忘れ物がこれで増えたらうなもののやつがカットされちゃうのも大変な。で、結構最近みんななでなでしてくれるので、ちょっとうなも頭良くなりまして、台湾で、台湾に遠征に行くんですけど、そうなもね、向こうの言葉覚えたんでしょう。そうなも新しく覚えたのもよ。今回は旧正月に行ったのだから、お正月の挨拶、新年快乐、本番の来を覚えたのもよ。意味は明けましておめでとう、お年玉くれしっかり覚えたのもよ。お年玉何もくれなかったでしょ。うん、くれなかったのもね。そうな、誰にももらえなかったのもよ。でも覚えれるとちょっと嬉しいのもね。現地の人とこうなんかつながれる感じがして、すごい嬉しかったのもね。笑われてたけどね。今回のこの10時のステージ忘れてたでしょ、うなも。そうなもね、そうなもね、ちょっと勘違いしちゃったなもね。マニュアルをちょっと勘違いして1時だけのステージだと思ってたんだ。そう、うなもがステージ時間変わったよって言われて真似受けてないのかと思って、2人ともお友達に聞いて知った。大丈夫ですか、時間大丈夫？大丈夫ですよ。ぐだぐだしちゃうからね。ずっと喋ってられるなもからね。ゆるーく。今日はどうしよう。なんか告知とかない？告知？告知。告知は
来週の日曜日は浜名湖協定場で静岡浜松市のゆるキャラと一緒にわちゃわちゃ遊ぶイベントと、その次の土日が熊本だっけな、今日熊本来るんでしょ、来てますよ、来てますな、うん、初めてじゃないか、家康くんがグランプリを取ったゆるキャラグランプリで一回会ったことがあるんだもんね、一緒に写真撮ったね、そうなんも一緒に写真撮ったんだもんね、その時まだ喋れなかったのもから、あんまり挨拶ができなかったのもから、今日はちょっとでも挨拶ができるといいなって思ってるのもよ、みんなも会えるの楽しみなもんね、最後にうなも得意をさ、あのモノマネやって終わりにする、モノマネが得意？何の？最近マイブームの。みんなわかるのもかね。聞くのもよ。そうにゃんそうにゃん。わかるのもか。わかる？わかりました今の。さぬき富士で有名な。しっぺいくんの帽子かぶってるお姉さん、サヌドンって口が動いてたのもね、ピンポーン、最近のマイブームはサヌドンのモノマネ、今日はちょっとサヌドン来てないのもが、来てるとずっと喋ってるのもからね、混ぜるな危険なもよなもよ、時間、はい、ありがとうございました、落ちがない